みんな300日が経った。私がアイドルを始めて可愛い、ありがとう。ありがとう、おめでたわ、300たわ。ありがとう、いつも毎回。嬉しいよ、ありがとう。300日だよ、やばくね300日って。普通にやばいよ。おめでたわ、300たわ。え、2ヶ月でアバター作れるんや。へえ。誕生日なの？おめでたいじゃん、すごい。私もおめでたい。わーい、ハッピーバースデー。ケーキ食べた？お連れの300日ごめん、お疲れー、いたねー。ゴリラになっちまった。わーいわーい。全然見てた。どうでした？どうでしたっていうほどのね、パフォーマンスと時間は出てないんですけど、申し訳なくて。名前最後に呼びます。あ、みんな生誕くじ回してくれた人おる？生誕くじ回した？大丈夫い。バレてるよ。何言った？300。お、自分で買って食べた。いいね、美味しいね。おうかさんのメールに限らずの写真が来たの、嬉しい。私も X に載せます。まだ載ってないかな。お、10回も愛してくれたの。何が出た？壁紙。待ってか、回す。楽しみ。結構なんかタイムラインとかで誰がこれ当てましたとかで結構楽しんでます、私も。入院してみる。うん、うん、なんかいっぱい結婚式が出た。少し待って。コメントね。はーい、くじました。なんだった？キラースタンド、ウィー、おすすめです。あれかわいいっしょ。アクスタ、いいね。ステッカーもマジかわいい。でもかぶりたいくないよな。もうだって3枚出てもったら違うやつさすがに当たってって思うよな。こまにゃーん、にゃにゃーにゃ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 。 D 賞ってなんだっけ。アクスタ、アクスタ2個。おお、いいやんいいやん。コンプ、嘘やん。大岡さんは本当に仲良くしてくださいますね。はい、3個出た。結婚して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 結婚。エスコアに出てないんですけど、キメさんはなんでやろ、なんか喋りますね普段から。昨日も一緒に夜に自主練したし、一緒に踊ったし、いい公演を。
通りすがったらいつも声かけてくれます。うんうん、エイトビがポンポン出たの知らないんだよね、見てなくて。けど A は1本なくなってて B もなくなってたのかな、1個分からんけど。え、 B おすすめすぎん、マジ手作りA も確かに楽しみ。手紙のこと、手紙のことはなんかあの当たってる、出直しじゃないプラス誰に当たるかもわからない状態で名前を書くので嬉しいですね。ここにお手紙が書けると思ったら、やおー、携帯の裏派でもいいよ。くじは誰が当たったかわかるの？いや、なんかね、直近の 2,3 人しかわかんないですえ、名札マジかわいい。F ってカメガミだっけ、ゴンプしそう。そんなにたくさんありがとうえ、かきれなスタンドマジどっちもおすすめすぎて、どっちもおすすめです。え、やっぱいい公園に出てからかな、お母さんと仲良くなったのは。もう公演中もずっと目合わせてくれるし、今日はあのリハーサルでココミンが、リハーサルっていうか今日ココミンが前半 MC まで出てくれて、後半 MC から私が登場だったんですけど、そのアンコールのリハーサルは客席で座って見てたんですよ。そうしたらなんかグーとパーとかあなたへとかもう全部リハーサル中にレナが座って、なんか出られへんなと思って座って、そのリハーサルの様子を見てたら、マヤさんもオオカさんもナッキーさんも、もうみんな遊んでくれて、私とカホさんもマジで優しすぎて、みんななんか申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですけど、本当にみんなグートパーでだからレナ客席からチョキを出しましたマヤさんがパーを出してきたからチョキをね出しました。そしてびっくりしてた、めっちゃうん、デコチキ、確かにデコチキもいいよね。けどもう5人も出てるんだ、すごいすごい。アクスタ可愛いよな。アクスタ欲しいの心にそう。アクスタ当たらん人もおるんやって。アクスタ当たった、もう2個も3個も当たったとかいう人もおるしな。タイムラインでエイトビーが並んでた違う人ね、いいね、出がいいってことですよ、引きが。本当は頭4曲出ようと思ったんですけど、昨日発表が出たじゃないですか、一部出演ってなって、でその時はもうアンコールロングロングから終わりまでっていう話で情報が出て、けど頭4曲やっぱり出たいし、もうココミンにも迷惑かけられないと思ってって思ったんですけど、マネージャーさんと話してやっぱり前半4曲も激しいからちょっと休んでくださいって感じでアンコールからになっちゃったんですけど、みんなかきれなーって言ってくれて、現地にいる人がね優しかったですうんうん、昔も見てるやつだけだけ遠かった。うっそん、マジマジでマジでごめん今日はレナもさん、レナも声がちっちゃくて知らない？そう、ココミも15日にやってたから全然大丈夫だよって言ってくれて、
制服の目と一緒ぐらいしんどいですね。いい声もありがとう、みんな優しい。あー頑張ったありがとう全然ね、もう私よりココミンが頑張ってくれたんだけどね、本当に。右肩は大丈夫だったからなんとかなりましたギャギャはなんとかなりましたね。やばい、普通に明日からのリハーサルが本当にやばすぎて生きていけない。もう明日のリハが本当にできなくて、私やばいです。明日生きていけるかわからない明日マジ生きていけるかわからん、ほんまにやばい気がする。多分明日はやばい、てか毎日リハやばいんですけど、本当にやばいですチームでも、ありがとう。300日ありがとうわありがとう。スクショタイムしとこっかな。じゃあ今なんかこのポーズ思いついたから謎の、どうすれば、え、あと時間が50時間あったらなんとかなるよ。寝なかったらなんとかなるでしょって多分思うと思うんですよ、みんなも。寝ずにやったらどう、まあ明日のリハの開始時間に間に合うでしょって思うと思うんですけど、マジで間に合わないです。時間がなさすぎて、寝ないでもなんか1秒たりとも時間を無駄にせず生きても間に合わないレベル、マジで。そうこれです、本当に。マジ明日のリハの始まる寸前まで1秒たりとも時間を無駄にせずに生きても間に合わないぐらい時間がないんですよ。マジやばくて、ありがたわすぎて無理。普通にありがたわ、ありがたわ。いや50時間寝たいな。もうなんか5時間でもいいから寝たい。なんか焦っちゃって、なんかあれな、ダンス覚えるのとかほんまに遅いから、スローとかでさ、ダンスとか同じマジでなんか180の動きをマジでほんまに30分とかかけて覚えるから、マジで時間が足りないっていう、効率よくできないんですよね。いや余裕ないから普通に現実逃避やから、何も言わずに受け止めてください。この配信なんか練習すればとか、なんかこの時間無駄じゃねとか言わんとって、普通に現実逃避やから、なんか頑張ってねって感じで思って見といてください。分かってるんですよ、私だってこの時間が無駄だって。無駄じゃないけどこの時間やったらちょっとでも覚えられるんじゃないって思ってますけど、思いませんよ。でもそんなの結局覚えられないんだから、私にはそれなら現実逃避をするしかないでしょうって話ですよ。はい、そんな分かってますよ無駄じゃないけど無駄とか言った無駄じゃない、いや分かる、違う、間違った。そう、リフレッシュ、それ普通にね、本音ですよねとか言われて無理なんか現実逃避ですよ。楽しいから、ちょっと言い訳、こんなに言い訳したらさ、なんかほんまになんかこの時間無駄って思ってるやつみたいになってるやん違う、ちょっと思ってないんですけど、
思ってないんですけどとか言ったら、もう普通にまた思ってるやんみたいな思われそうですけど、違うんですよ。悪いことしてさ、もう先生に怒られへんようにめっちゃ言い訳する小学生並みに言い訳してるんだけど、言い訳じゃないですよ、言い訳じゃないです、普通に正論、思ってること言ってる。ポロッとね、やめて。ポロッとねとか結構現実って感じやん。いやいや、無駄じゃん、違うね、無駄じゃない無駄じゃない、無駄とか思ってないんですけど、わかりますか。いや、それな、みんなはさ、コメントにさ、なんか星とか入れられるからいいけどさ、こっちは話すからさ、なんか話す言葉に星とかないやんね。ピーとか言ってくれたらいいのにな、星になるような言葉を俺なんか言ったら。上からすぎ、そういうこと言うなっつう話やのに。ね、マジで森に帰りたすぎて無理、実家に帰りたい、ひょーほーマジ兵庫に帰りたすぎて、ブー太郎に会いたいな、マジブー太郎に会いたすぎて、マジでやばい。かきれな可愛すぎて優しい、ありがとう、嬉しい。そう。ピーって入ってないかな。毎日配信してくれてありがとう。そうやねん、マジさ、みんなもさ、なんかほんまになんかありがたいって思われてるかもしれないんですけど、私ですよ、私の方がありがたいと思ってます、本当に。現実逃避させてくれてありがとうございます。森の木抜かれてんの、じゃあ逃げられへんか。元気ですか、キレノは、いつだって元気ですよ。森じゃなくて普通に兵庫すぎる。ブー太郎に会いたい、ブー太郎の耳を食べたい、早く。マジでさ、ブーちゃんに会ってなさすぎて、絶対実家帰ったらブーちゃん最初の3秒だけ喜んで、その後拗ねると思う、絶対に。なんか毎回なんか実家に帰ってブーちゃんって言ったら、最初はめっちゃ喜んで飛びついてくれるねんけど、なんかその後はなんかあのめっちゃ遠くに離れていってもて、でなんか遠くからレナを眺めて、でブーちゃんおいでよみたいな、まだちょっとしかさ、ラブラブしてないやん、おいでおいでって言って、もう睨まれてんねん、もうこんな。え、そんなに怒らないで、でおやつをあげちゃいます、でお母さんに怒られる。もうなんでそんなにおやつあげるの、太っちゃうでしょ、もう太ってんだからブー太郎は、って言われます。かわいいクマ、クマ、そう怒られる。え、マジでブー太郎、え、なんか犬ってほんまに感情出て、めちゃくちゃ感情が出てすごいなって思う。え、なんか犬派のところ、これ結構理由かも、感情を見せてくれるのが可愛すぎる。え、元気ですよ私。確かに、え、マジさ、ブー太郎ほんまに会いたい。久しぶりの劇場、グリーンメイって久しぶり、ありがとう。少ししか見れてないと思うけど。いつも手つなぐんですよ、クミさんと。え、でも猫も寄ってきてくれる、いつも帰ってこへん人が帰ってきたと思って甘えてくれます、猫ちゃんたちも。けどなんか猫はさ、あんまりなんていう、なんか飛びついたりせえへんやん、嬉しくてにゃーみたいな感じで飛びついてこへんやん。でも犬はなんかあの飛びついてくるやん、あーわわわわみたいな、それが可愛すぎて、マジでめっちゃ可愛いよな、それが、ブー太郎のそれが。けどすねてマジで3秒でほんまにどっか行ってまうねんの。猫全然感情はなんかニャーニャーしか泣かへんくない、猫って。おやつの時間になったりニャーニャーニャーみたいなしか泣かないんですよ。
感情が見えたいんだよ、感情が、動物にも。え、マジで猿を飼いたすぎて最近、ほんまに猿、もう猿、猿がいい。え、猿、マジで猿を飼いたすぎて、猿欲しいな。猿な、猿飼っとう人おらんかな、マジで。なんか近所になんか大型犬飼ってたんですけど、2、3、4年、5年、いつか忘れたか、3年前ぐらいか2年前か分からんけど、で大型犬が死んじゃって、でちょっと前した時に、あの家の近くにゴールデンを飼ってるお家があって、で学校の帰りしに、そのお家を通るんですけど、いつも庭でゴールデンが遊んどるか、なんか庭、家の外の窓にずっとこうやって座っとんねんな、顔を窓にくっつけて。なんかいつもそのゴールデンと遊んでから家に帰るのがルーティンだったんですけど、マジ家の近くに猿飼っとう人とかおったらマジで言ってほしい、普通に毎日会いに行く。え、マジ猿欲しすぎてほんまにやばい。え、マジダンプレ猿にすればよかった、お母さんに言って。え、マジでもうお猿が可愛すぎて、もうなんかレナのおすすめ、携帯のおすすめ欄はマジで猿だけ。もうモンキーベイビーキキ見た、みんな、おすすめしたんやけど昨日、モンキーベイビーキキがもう可愛すぎて、ほんまにマジで可愛いよな。みんな絶対見てないと思う、マジ今すぐ調べてほしいねんな、ほんまに。マジで、え、マジメール手抜きで本当にすみませんでした。え、マジ兵庫とか猿出るから。マジでなんか集団下校とかさせられてたもん、今日は猿が山から出てきたので今日はみんなで集まって帰ってくださいみたいな。え、マジで、あの猿、キキ、モンキーベイビーキキです、みんな。モンキーベイビーキキ。かわいいやろ、赤ちゃんすぎて、マジかわいい。ほんまにかわいいね。マジかわいいんですよ。うんうん。マジで。キキかわいいんですよ、モンキーベイビーキキが。もうかわいすぎて。もう一生見てる、ね、あとはなんかもうちょっとだけ大きいお猿でプールで遊んでるお猿がもう可愛すぎて、ほんまに。長野行った時はその辺すごって、長野ってそんなに猿が近くにいるの、たくさんいるんやって。でもたくさんおるけど、たくさんおったとしてもさ、なんかその山付近とかじゃなくて普通におるんや、怖っ。何猿なんやろキキは。え、もうモンキーベイビーキキが嫌だ。モンキーベイビーキキがいいんですよ。めめかわいいよな、頭とかマジ可愛すぎて、なんか毛のふさふさ感、なんかこんなめっちゃふさふさじゃないねんけど、なんかまだ赤ちゃんから毛が薄い感じのふさふさ感がマジ可愛すぎて、マジ肩とかに折ってほしい普通に、マジで。シンバルくん誰？ワンパクお猿がいるの？いや、ワンパクお猿やだ。モンキーベイビーキキみたいに、あのなんか何、なんかキーキーぐらいのやつがいい。だってワンパクはもうえいえいみたいな感じでしょ。かわいい赤ちゃん。え、マジこんな鳴き方、マジこれもうかわいすぎて、かわいいんですよ本当に。もうずっと見てる、今日もリハ終わってメイク終わってもう時間もずっと見てた。で近くにいる同期に見て見てみたいな、もうほらまたモンキーベビーキキみたいな、もう同期も知ってます、
猿マジかわいいとか携帯見て言ったら、えモンキーベイビーキキみたいなみんな言ったけど、レナが言いすぎてえモンキーベイビーキキ見てんの、いや違うねん、これはちょっとまた違う違うモンキーやねんなとか言って違うモンキーの時もあるっていう。寝る前とか結構見えますねモンキービーキキ名付けたい、そうやって。おもちゃか、トイストーリーに出てくるやつか、あの怖いやつ、カメラ監視カメラ見てる怖い人だえ猿の話しに来てくれるん、全然喜んでやで、マジで猿かわいすぎて。でもワンちゃんか猫ちゃん飼いたいな、一人寂しいほんまに。なんかこうやって忙しかったら、私って本当になんか忙しくても少し休みがあったらもうすぐに実家に帰るんですけど、もうなんかこうやってマジ忙しすぎる時はほんまに帰れられへんから、マジで一人が寂しい、本当にマジで寂しくて猿に見える、おつえ猿やだ、見えるのやだな。いけモンキービービーキキに見えるなら、あミラボーかわいい、ハローモンキービービーキキだよ。寂しいですね一人暮らしは結構、だからモンキーベイビーキキに助けられているんだって感じ。え、マジで時間が足りない、あと50時間ぐらい欲しいな普通に。なんか普通に50時間欲しいってそういうのじゃなくて、そういうのなんですけどちょっと言い訳していいですか、明日の今から今この時間から明日のリハまでの間に50時間欲しいってこと、マジで。なんかただ単に50時間欲しいんじゃなくて、マジ明日のリハまで、リハのスタートまでにまでで50時間が欲しい。でもそんなことは叶わないから口に出さないでおこう。言霊とか結構私信じるんで、なんかこの間もリハーサルがなんか終わりそうな雰囲気で、なんかまあ一旦ちょっと話しますみたいな、まあ、一旦終わるかもうちょっとやるかで、ダンスの先生とスタッフさんで話してる時に、よし終わりやんな、今日は終わりやんな、終わりやんなって声に出してたら終わりませんでした、言っちゃったので、ちょ言霊はそこからちょっと信じられてないですね結構。結構ね、で睡眠時間普通に足りてない、無理、眠すぎてほんまにやばい、ほんまにやばいです。いいチョコ、お疲れ様でした、ありがとうなんか追い込まれてるんかな、もうなんか何かわからんくなってきた。でもなんかそのなんかやばいって気持ちはもうなんかないですね、やばいんですけどそうやって思う、なんか余裕がない、もうそんなんですら思う余裕がないです。なんかやばいってもう焦りすらも感じなさすぎてやばい、普通に言霊はダメでした。いや寝ないですよ、もうなんか少し前の自分ならとりあえず寝てた、もう寝てまあなんとかなるべーと思って、もう明日いいやーみたいな思って寝てたけど、マジで最近ほんまに寝たら人生終わる寝たら人生終わります、結構人生が変わる、時間が本当に足りなくて、時間が、まあ、50時間は無理やけど30時間くらい欲しいな普通に。とりあえずお風呂入ろう今から、で寝る準備をして寝ませんよ寝る準備して踊って朝を迎えるか眠るか、どうなっとんやろ、4時ぐらいに寝れるかな、え絶対寝れへんって、無理やねそんな当たり前やけどでも寝たい
レナさんマジでさ、レナさんなんかほんまに睡眠とらな、マジで次の日にほんまになんか動けんくなってまうねんな。ほんまに動けへんくなってまうねん。そうなんか眠くて、まあ、ほんまにもう頭グラングランして話すら聞こえませんみたいな感じになっちゃうから寝なあかんねんけど、でも寝たら時間が足りないの。だから今日ココミンにもう明日目が先のもうみたいな言ってたでもそんなんしてもマジでなんか多分動けへんから、でなんかエナドリとかもマジ聞かへんくて、やるの気持ち程度で飲んでるだけですね毎日自分で生誕くじ回そっかそう、おやすみ。いや寝るな。じゃあ一緒に寝ずに頑張ってくれる？レナが起きてる時間寝たあかんで、そこの君も連帯責任ですこれはっていう先生おったよな連帯責任とか関係ねえだろと思った人です。私はでも寝たいから多分寝ると思う。ほんまにやばい状態で寝ちゃう気がする。レナなんか全部曲を1曲ずつやって寝ちゃうかもしれん、分からんけど。どうしよう、ほんまにやばいねんけどA 賞ゲットしよっかな、レナが。ご飯食べたら眠くなる。もう来た。連帯責任。2時に寝る。いや、ダメだよ。ダメダメ。ダメダメ。寝かせてください。ダメ。普通に連帯責任。なんかさ、なんか。連帯責任に走れみたいな言う先生おらんかった？体育とか部活の先生で。わあ、みんな寝るやん病、12時とか病やん普通に寝んの。ねえ、みんなすぐに寝ないで、みんな。これは連帯責任なんだよ。みんなが寝たらレナの人生が終わる。明日のもう絶対やばい。ガキレの練習してきた？ガキレの練習してきた？しました。してそれなの？すいません、時間がなくて。そんなの言い訳だよね。昨日公園で、そんなの言い訳だよね。みんな公園じゃん。すいませんっていう芸ですなんか最近あの花とこのゲームをしてて、倉本花とこのゲームをしてて、めっちゃおもろいんやけど、最低ゲームって言うねんけど、最低ゲーム、その物事がもう一番最悪な状況を想定してゲームをするっていう。もう最近マジでなら追い込まれとるから、例えばなんか明日のリハこの曲とこの曲やりますってなって、一番やばい2曲みたいな、けどなんかまだ時間一応あるし、まあ明日やしみたいな状況で、明日この曲らしい、マジでやばいよな、マジでやってなさすぎる、やばいみたいな言った時に、うわちょ待って、明日こうやって絶対言われる、やってきたみたいなこういう流れで始まるんですよ、このもう一部も最悪ゲームみたいな、最低ゲームみたいないやもう絶対明日こうやって言われるみたいな、めっちゃおもろくない？このゲームをやって、で次の日にそうやって言われんかったら、あ最低じゃなかったよかったみたいなマジそのゲームを一生やってて、リハの前日に、そうやばいマジで
ないと思ってる。え、垣根やってきた。すいません、寝ちゃいました。え、寝るのはいいけどさ、やってから寝たら。すいません、寝なくてもできないと思ってやってませんでした。やってないとか言い訳だよね。え、知らんこんで出ないよ。すいません、出たいですっていうねっていう、あの最低ゲームを物事最低ゲームですね、これ。そうこういうゲームをずっとやってます。誰にも言われないですよ、こんな言われへんけど、もう一緒やってるこれをこれをね、一緒やってますね、本当に。フリブやりますよ。フリブいなかったらね、もうどうやって覚えるねんって話ですから。でもたまにフリブいないやつがあって結構むずいですね。いやでもマジ楽しそうに聞こえるやん。けどマジでその時はほんまにやばい状況でしかこのゲームはせえへんから、今やばいんですよ、普通に。普通にノーミクション。いや言われたことないですよ。そう。どうも、おやすみ。ねえ、寝たい、普通に寝るのも。寝よっかな。でも今日寝たらほんまに人生終わる。マジ最低ゲーム、もう、と全く一緒のことになっちゃうから、それだけは避けたい。確かに。メンタルっていうか、なんかさ、レナは、なんか結構、なんか先生とかに怒られてもなんかあんまり聞いてることがなくて、多分集中力が切れてない、聞いてない時に、切れちゃった時に多分怒られるんですけど、まあ、怒られてもなんかもうちょっと研究生頑張ってねみたいなとかいう、そういう話の時に、私はもうそういう話があるのはさ、大体レッスンのとかリハ終わりにお話ってあるじゃないですか。もうそういう時はもう私は本当にもう集中力がマジ皆無だから、もう本当に何言われたか本当に覚えてなくて、でなんか怒られちゃったねみたいなみんなが言ってて、えなんて言ってたっけ先生みたいななんて言ってたさっきみたいな、同期に聞きます。ええレナおったみたいな、いたじゃん、限れないたじゃんみたいな、みんなに言われます。マジでほんまにもう記憶なくてマジやばいね、ほんまに。えそうマジたち、え、マジでさ、立ち位置ほんまにさ、マジでさ、覚えられない。もう目が数字になっちゃいそう。たまにアニメであるやん、なんかもう、急に、うわーみたいになって目がなんか数字になってるやつ。え、マジ、ああいう感じ。ああいう感覚。あれって現実なんやって感じ、結構。え、マジやばくない？え、みんな寝るやん。え、てか、ちょ、俺のもほんまにそろそろ終わるのさ、ほんまにマジでやばい気がする。結構辛い。え、マジ記憶ない。めいさん、え、あ、そうそうそう、数字ぐるぐるのやつ。どすこい怒られる、確かに確かに怒られちゃう。え、マジ普通に目数字になってると思う。え、大丈夫？今なってないかな。普通に結構今、あ、でも今はなってないわ。何にも覚えてないもん、立ち位置。数字頭に入ってないからちょっと目にも出てこないですけど、まあ、明日今日の朝方ぐらいには頭に何個か数字が入ってて、ちょっと目にも数字が出てきてくれたら嬉しいなって感じなんですけど今まで頭に入ってなさすぎてもう目に数字とか言ってる場合じゃなくて、本当に焦ってやばいんだけどって感じです。本当に覚えてーす。696 その違いはね、さすがにわかりますよ。お疲れ様、頑張って、ありがとう。え、マジ暗記パンずっとやってほしいって。もうそのためなら何にも味がついてない食パン1枚でも、いや1枚ってかもう何枚でも食べる、ほんまにおめでとう、ありがとう配信するね、普通に。普通にじゃあ自分でタワーになっとくわ。
おもろいかな。おもろいよな、我ながらおもろいと思うけど、普通にこんなん言う人おらんよな、多分。何にも覚えてませんとか言う人おらんよ。でもほんまのことやからさ、頑張りますっていうのも口に出した方がいいと思うんですよ。覚えてないから頑張りますって、そのほんまはさ、めっちゃ覚えてないしさ、頑張る気があっても口に出さなかったらさ、もう頑張れないじゃん。何にも覚えてないし頑張れないと思うんですけど、私みたいに頭に入ってないけど、今のところ何にも覚えてないけど頑張りますって言ったら頑張れる気がするじゃん。そして視聴者の皆様も、赤きれなは頭に何も入ってないけど今はこの後頑張るのかなってね、ちょっと期待大みたいな感じで思うでしょ。だから口に出すのはいいことだと思うんですよ。けど言霊は信じません。マジでやばい、でもやばいって言ったらもっとやばくなるから、いけるって言っとかないとダメだから。今日久々に香水振ってリハに参加したんですよ。そしたらいい匂いする。最近制服の目でもアンダーでもマジで香水ひと振りもかけてなくて、この間のトーク会とか握手会もいつも使ってる香水をマジで家からすら持っていってなくて、やばい。最近香水使ってなさすぎてやばい。かわいいっしょ、かわいいから頑張る。それの半までって言ったからそろそろ終わろう。マジ口に出すことって大事やん。だからほんまはもういつまでもみんなとこういう楽しい時間を過ごして現実逃避をしたいんですが、30分って言わないと、口に出さないともういつまでもいつまでもやってしまってしまうので、口に出してもやってしまってるので、なんで終わるって口に出しても40分なので、今とてもダメな人だと思うので、はい、そうですね、頑張りますですね。前向きなのかなこれって。でもとりあえず今日はもう寝れないよね。寝るけど多分、でもほんまにやばくて、頑張ろうわ、とりあえず。なんかみんなも頑張ろう。香水何使ってると思う？数をこなす時間がなくて、数をこなしたいのはそういう気持ちはあるんですよ。とってもはい、まあ、時間がないけど、そうなんだかんだできちゃうんですよね、私って。そうこう今口に出して、口に出すことは大事なので。無理、この流れ。口に出すことは大事なのでね。ねえ、みんな寝てる、みんな寝ていいのそれって。こんなにさ可愛くて可愛い激カワな推しがそのなんか寝ずに頑張ろうとしているのに、みんなは寝るんですか？こんなに可愛くて、こんな可愛い子いるのってぐらい可愛い人が朝まで寝れないよって可愛く言ってるのに、みんな寝るんですか？寝るんですかね。はい、寝ますね、これ。この感じはこの感じでももう寝ようとしてるもんな。終わってから寝るよとかじゃなくて、もう寝ようとした、みんな。まだ終わってないのに。はい、お風呂入ります。で寝ます。私も寝るよ。寝ないよ。寝ないですよ。言霊撤回。寝るよって言ったらもう寝ちゃうから、
え、マジ頑張るなみんな。じゃあ明日の朝報告するわ、みんなに何割できたか。今のところ2割、はい。あ、まあ明日のリハは8割程度で迎えたいなと思いますが、まあ、今のところ1割かな、やっぱ、まあ、今日の朝までやって、まあ、5割ぐらいにはしたいかな。じゃあ明日の朝は何割って言います、バブルで何割っていうので、あーこいつできなかったんだって思ってください。その割合が低かったらしゃべり元気あるんですけどね。そうねえ、頑張る、助けて。やればできるとか言ってもさ、もう言霊とかじゃないやん。だってやらんのできひんねんからさ、言霊に頼ったらあかんよな。どうなん、眠い。え、でもマジ今さ倒れたら寝てまうから、マジでこのまま立ち上がる。頑張ろう。バイバイみんな。可愛いから頑張るわ。可愛いから頑張るな。可愛かったら頑張れるもんな、普通に。可愛いよね。なあ、みんな普通にさ、ずるいなるの。え、無理。普通にみんな寝てるのずる。え、じゃあさ、レナはさ、例えば1時とか2時とか3時とか4時ぐらいにさ、ダンスを必死にさ、お前らなんよってやってる頃、みんな言うなかったことでしょ。いいの、そういうのって。そういうのあり。そういうのなしだよね。そういうのは普通になしすぎるよな。え、そうやね、朝方ってさ、夜とか夜中ってさ、マジ攻撃できひんから、みんなのことマジさ、みんながすやすや寝てんねんなーとか思ったらさ、マジでもう攻撃ができないから、うん、ムズムズしちゃうよね。え、でもマジで5時前には寝る予定でいきます。そうですね、無理かな、無理やな多分。みんなゆっくり寝てな。じゃあレナは寝られへんけど、レナは寝られへんけど、みんなゆっくり寝ていいよ。え、みんな寝ていいよ、ゆっくり。え、全然いいよ、レナって結構優しいから。全然寝て、みんな、みんな寝てな、ゆっくりと、ゆっくり。もう夢も見ずに寝ちゃって。みんな寝ちゃって、寝ていいよ、全然。寝ちゃって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 、優しくね、レナ。みんなを寝かせてあげる、レナ。え、やっと前髪伸びてきたね。ほら、だいぶ長くなったよな。だいぶ長くなりました。一旦寝ていいよ、一旦寝ていいよ。一旦な、あ、夢の中ね、夢見てくれるんや。え、頑張るな。じゃあレナ頑張るわ。え、バブルはみんなは時間制限なしで送れる。そうそうそう、応援してね、応援してね、みんな。おやすみ、みんなおやすみ。2時3時送ってくるメンバー、え、マジいるの。さすがにちょっと、さすがに12時1分までしかちょっとあれかな、気合いないな。それする、結構勇気いるから12時1分で送るのも。2分はだいぶ無視やから、だいぶ無視してるから、だいぶ半してるから、1分ならギリかなみたいな感じで送ってる、いつも。なんでみんな寝るん、やば、寝てんのやば。
寝てんのやばみんなみんな寝てんのやばなんで寝てんのまあいいけどね全然寝なくて優しいからいいよ寝てバイバーイバイバーイいやバイバーイすぎ普通に頑張ろうほんまに計画立てるわお風呂入りながらとりあえず今日の夜の予定を立てるのでみんなぐっすり寝ちゃってくださいはいぐっすり寝ちゃってくださいよほんとにもうバイバーイおやすみーバイバーイあ、じゃあ、動画送るわ久々に最近お休み動画送れてなくてボイメしか送ってないだからちょっとなんかサボってんじゃねって思われそうなので動画送りますね今日時間があるんでじゃあねバイバーイバイバーイちょ、お礼配信します。マジでする。約束しよう。はい。指切り。約束です。約束ね。お礼配信するね。約束ね。じゃあね。ありがとう。またします。前回のやつも今回のやつもやりますね。さようなら。バイバーイ。おやすみ。おやすみ。おやすみ。さよなら。約束でーす。バイバーイ。おやすみ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 。